で、これがね、まあ、ダンプラって言ってプラスチックの段ボールなんですけど、まあ、見ての通りあの透明なんで下穴がねよくわかるので、まあ、旧車ってこうねドア側に穴が開いていて、で、後でちょっと見せますけどクリップで止まってるんですが、まあ、ちょっと現行車に比べてなんか複雑な構造をしてたりするんで、穴の位置結構正確に分かんないと、一からドアパネル作るときはうまくはまんなかったりするので、これが、ドアパネルのクリップで、お客さんがねイタリアから撮ったのかな、こういう形してて、でも こっち側がボードにはまって、でこの穴に刺さると。なのでオフセットしてるんですよね、このドア側の穴とパネルのこう引っかかりの位置っていうのがずれてるんで、こうパネルの横からこう刺す感じになるのかな、で刺さるんで、ボードの、まあ、これは一応ドアパネルの穴なんですけど、この辺にスリットが入るような感じになって、こうスライドさせてはめるっていう、ちょっとね変わってますね。なんだかな、ね、この形じゃドアにこうさはまんないですもんね。なのでスリットを入れるので、まあそれで一応この透明パネルは、片起こし用なんで、スライドさせるスリットを入れて、ちょっとこの MDF で実験してるかな、今ね部分的に作ってみたんですけど、こういう感じになります。これがはまると、こういう感じではまると。
やっとできました。あと取っ手がついて、ここに、なんだスピーカーのグリルがついて完成です。で一応ディティールは、純正とは全然違ってですね、あのポルシェのドアパネルの逆パターンですよね。ポルシェはこれがこっちに入ってるんですけど、まあ、今回のはフィアットのねこの三角窓じゃないけどこの窓のピラーのこの角度とここをこう合わせてるんで、閉めるとこの辺の流れがすごくあの合っていて、まあなんか純正っぽい雰囲気になりましたね。それでいて結構かっこいい、このドアの取っ手の角度とかとも、ここのラインが合ってるんで、結構こう流れるようなちょっと動きが出てかっこよくなったかなと思います。スピーカーグリルとかこの辺の穴の位置とか結構決めるのがいや大変でしたね。結構あと例のあのプラスチックのクリップがやっぱりなかなか場所がうまく合わなくて、できないことはないんですけど、こう確認の作業がねすごく増えるんで、ああいうのを一から作ると、ああいうのを使って一から作ると、なんでまあなんかつけたり外したり微調整ちょっとずつしながら合わせたりっていうのが多いんで、こういう車のあのドアパネル1枚から作るっていうのはなかなか骨の折れる作業です。まあでもねいい感じになったと思います。あとはね、ホロと、ダッシュボードですねあるんで、で次の車が決まってるんで、早く仕上げないと。では